人力を紹介します。人力はその名の通り、車椅子を人力車のように操作できる画期的な装置なのです。通常車椅子では小さくて硬い前輪が地面の抵抗を捉えてしまい、押すことが大変困難になってしまうことがあります。段差があればティッピングレバーを踏んで前輪を持ち上げますが、力の弱い女性や高齢者には悪路や地面での操作がとても困難です。ところが人力はテコの原理を利用して前輪を持ち上げて、人力車のごとく車椅子を引くことができるのです。しかも人力はこれまで移動が困難だった砂利道や砂浜をはじめ雪道などでも車椅子を利用できるようになります。これまで押して移動することが大変だった上り坂でも、引くことで車椅子を簡単に移動させることが可能となるのです。前にしっかりと止めます。後半ですとで、カチッと止めます。溝に車椅子の幅によって取り付けて固定します。振動が少ないです。スムーズさっきより。全然軽い、だ指一本でもいいぐらい。これを肩にかけて取り付けると、手を使わなくても引くことができます。長時間のハイキングとか山登りとか、ちょっと手を休めたい時にはこれがあると楽です。